ビワクシアは、古生代カンブリア期中期の海に生息していた、軟体動物として考えられる、バージェス動物群の一族。和名未定の分類群、ホールワックスダの海に置かれる、ビワクシア化を構成する唯一の族である。初期は、関係動物で、タモ類に近いとの説もあるが、その後は、顎の構造により、軟体動物と関係動物の中間的な群とする説もあった。 2010年代ではその顎に注目する再調査により、施設との共通性質が認められ、軟体動物としてみなす知見が与えられた。化石は、カナダ、ブリティッシュコロンビア州のバージェス結丸類層と、中国奇襲症県が県外離市の外離類層から発見されている。ウィワクシアの生態復元模型、ウィワクシア全長、約2.5から5センチメートルの楕円型をした。 動物で背面は多数の臨場の骨片で前面が覆われている。また、体の背面に中央を挟んで左右一列に生える十本前後の鋭い棘があり、これで身を守っていたと考えられる。その効果には諸説があり、化石の中には鋭い棘が不自然に折られているものがあるため、捕食者からの攻撃もあったと考えられる。仮面は柔らかい。しかし、 このような鱗の存在のため、それ以外の動物としての特徴、例えば大切性の有無などははっきり知られていない。後期として、小さな一組の顎らしい構造が知られている。なお、背中の鱗の表面には、幅数百ナノメートルの周期的な溝がある。そのため、おそらくは生きていた時には干渉色を表し、ちょうど CD の裏側のように虹色に光ったのでは。 ないかとの説もある。普段の生活ではその骨片で身を守り、海底を這い回りながら、餌を探す生活をする動物として考えられる。背面の鱗に、湾足動物の付着が見られる例があることから、砂や泥に潜ってはいなかったとみられる。ありがとうございます。